シャルンホルストは第一次世界大戦で活躍したドイツ海軍の総攻巡洋艦。シャルンホルスト級大型巡洋艦の一番艦。艦名はプロイセンの将軍ゲルハルト・フォン・シャルンホルストにちなむ。シャルンホルストは1905年1月3日にハンブルクのブロームーント・フォス社で寄港。1907年10月24日竣工。第一次世界大戦開戦時。 シャルンホルストは、マクシミリアン・フォン・シュペイ中将が指揮する東アジア、巡洋艦船体の機関であった。この船体は、総工巡洋艦、シャルンホルスト、グナイゼナウ、軽巡洋艦、ドレスデン、ニュルンベルク、ライプツヒからなっていた。ただし、これらの艦艇は戦争勃発時には各地に散在していた。シャルンホルストは、グナイゼナウと共に6月の終わりに、チンタオから、 太平洋巡航に出発していた。だが、ヨーロッパでの情勢悪化により7月途中から2隻はポナペ島に泊まり、そこで戦争の開始を迎えた。8月6日、ニュルンベルクがポナペ島に到着した。同日、3隻の巡洋艦はポナペ島から出港し、8月11日にパガン島に到着した。8月12日にはエムデンもパガン島に到着した。 8月14日、4隻の巡洋艦は、パガン島を離れた。8月15日、エムデンが、他の艦と別れインド洋へ向かった。9月14日にはシャルンホルストは、グナイゼナウと共に、サモアのアピア沖に姿を現し、9月22日には、パペーテ砲撃を行い、フランスの砲艦、ゼリーを沈めた。この後、ドイツ艦隊は、マルケサス諸島抜クヒバ島で補給を行い、 10月12日にはイースター島でドレスデンと合流した。さらに10月14日にはライプツヒも加わった。ドイツ艦隊は10月18日にイースター島を離れ、10月26日にファンフェルナンデス諸島に到着した。ドイツ艦隊は10月28日にファンフェルナンデス諸島を出港した。10月31日に 敵艦の存在を知り攻撃に向かったドイツ艦隊は1914年11月1日にチリのコロネル沖でイギリス艦隊と出会い、交戦した。このコロネル沖海戦でドイツ軍はイギリス総甲巡洋艦グッドホープとモンマースを撃沈した。1914年12月8日、シャルンホルスト以下5隻の巡洋艦はフォークランド諸島ポートスタンリーの攻撃を試みたが、 その前日に2隻の巡洋戦艦、インビンシブル、インフレキシブルを含むダブトンスター D 中将が指揮するイギリス艦隊が到着していたことは知らなかった。12月8日のフォークランド沖海戦でシャルンホルストはイギリス巡洋戦艦の攻撃で沈没した。生存者はなし。また他の巡洋艦もドレスデンを除いてかっこ撃沈された。2014年から 海洋考古学者メンスンバウンドが率いる調査チームによっての主兵の艦隊を探す調査が行われたが、うまくいっていなかった。2019年、ボンドは調査船、シーベット・コンストラクタと共に別の調査方針に基づいて探査を行い、同12月5日にシャルンホルストを発見したことを告知した。フォークランドの南東約98ミリ。 約1610メートルの深さで直立しており、上部構造は破壊されたか周囲に散らばっているが、船体自体は無傷に近い状態で残っている。ありがとうございます。